タック社長田口拓也容疑者、売上営業利詐欺容疑で指名手配中の男田口拓也、警察や暴力団に追われ逃げ場を失った男が迷い込んだ場所は、迷子の大人たちがいる小さな遊園地と動物園。俺はどこに来たんだ。今日は地域の精神科の病院が月に1回行っているデイケアの日なんです。治療行為中であることも忘れないでください。大丈夫です川崎さん。お母さん刺した時は平気だったのか。なんで話した。こいつは殴ってやる。200万ドルなら2億円。まだホテルにいる。地獄に落ちろ。劇団スーパーエキセントリックシアターの面々に、私水野久美と佐原のけんちゃんも共演。音楽は日本の歌の唱歌童謡や樫渕哲郎の楽曲をムーンライダーズなどが演奏。群像劇の名手大森一樹監督が描く解放治療エンターテイメント。泣いて笑って悩んで病んで、世界のどこにでもある場所。現実と幻覚がごっちゃになってる。それを言ったらここに来ているみんなそうでしょう。